今日、県内では628人の感染が確認され仙台市と名取市では合わせて4件のクラスターが発生しました新たに感染が確認されたのは仙台市で357人名取市で47人大崎市で25人富谷市で23人多賀城市で21人などとなっています年代別で見ると実際未満が146人 10代が93人、20代が99人、30代が128人、40代が71人などとなっていますまた仙台市内の3つの保育施設と名取市内の高齢者施設で合わせて4件のクラスターが発生しました名取市の高齢者施設ではこれまでに31人の感染が確認されていてマスクをせずに 近い距離で会話や飲食をしたことが感染拡大につながったと見られています。